ゆうくん、その顔どうしたの？そうそう、電柱。すっげー目つきの悪い電柱。失礼します。ん？ああ、よし、お前ら聞け。百夜雄一郎と早乙女与一、一言で言うとアホと弱虫だな。友達を作りに来たんじゃねえんだ。ここにいる奴らにも言っとくが、宣言しとく。お前らクズどもが今まで何を勉強してたかは知らねえが、以上。以上じゃねえ。ああ、席はあそこな。くそ、グレンのバカ力め。失礼します。勝手に入ってくんな。1週間後の機銃装備適正試験のことですが、全科目の成績は俺がトップのはずです。黙示録のウイルスに感染した妹の治療に金がいるんだろう。機銃装備に触れることすらできない。なんせ機銃は人の欲望に取り付くからな。ふざけんな。あんな奴より俺の方が力は足りねえんだよ。力だけじゃ。じゃなきゃ鬼に取り込まれた時、飲み込まれて戻ってこれなくなる。今のお前じゃ欲望に食われて本物の鬼になり果てる。はいはい、今日からは1週間後の機銃装備適正試験、1週間後の試験すら受けられないから頑張るように。だ今日は仲間と息を合わせる訓練を評価します。もしもし。はいはい、それでは始めますね。点数とか試験。君月ペアマイナス10点。もう少しだけお願いします。今日始祖の血を継ぐ貴族の方々に集まってもらったのは他でもない、日本定期軍を殲滅することに決めた。戦争。グレン見つけたー！ピンキューだ！くだらん政治の後だとちょっと面白いぞ。したいね！俺はそのためだけに生きてんだよ。そのためだけに。おお、問題ないね。そうだよ、そういう展開をずっと待ってたんだよ。頭どうしたんです？授業サボってまた喧嘩でもしてたんですか？よかったですね。鬼との契約、お許しをもらえたんでしょ？ようやく吸血鬼ども。筆記試験の答案を返して解散に、次回に生かすようにしてくださいね。おお、なんだこいつ、マジで0点だぞ。本当だ、すげえ。あ、右からラテン語呪術、英語呪術、日本語呪術。グレン様、うん、お帰りになったんですね。おい、君月待て。グレンのバカがいるぞ。おい、グレン。なぜクラスを放置して10日以上も失踪したのでしょうか？お前らクズどもに鬼と契約できるだけの実力があるって？あるに決まってんだろ。す
少なくともあの二人は私が16歳の頃より全然強いですけどね。死んだ奴は修練足りてなかった自分を恨め。あ？終了。あのグレン様、さてここだ。じゃあそれがありゃ吸血鬼を狩れんのか。そうだ、ここにあるのは希少なクローニシリーズだ。まあもういいだろ、始めようぜ。好きな武器を選んで儀式陣に入れ。武器に触れたら自動で契約の儀がいいね、俺はずっとこういうの待ってたんだよ。僕らを見捨てて逃げ出したユウちゃん、まるで動揺してないね。不思議だ、なぜかな。てめえら鬼のやり口はもう分かってんだ。でも怪の妙王に触れたくらいで僕に勝つつもり？君程度の心などどう、うん、でもなぜそんなに力を求める？復讐のためかい？それは辛かったね。いいよ、復讐のための力が欲しいなら僕は無限に力をやれる。じゃあ。でもまだ足りないよ、ユウちゃん。また私たちと一緒に暮らすんだよね。そうだよね、ユウニ。全部を守るだけの力がいるんだよ。愛と欲望が絡み合ったすごい矛盾。これだから人間は世界を壊す。君の強い欲望を膨張させて世界を切り開いてみせろ。お、うまくいったか、ユウ。ブラ、お前も成功したのか。当然だ。君は…いや、自分が誰かを殺すことを殺せない復讐心？なんだそれは。あっ、手をよこせ人間！おまけに全員奇術装備持ちか。これだから人間は厄介だ。危険な人間は皆殺しにしよう。よいて！始末ってどういうことだ！よいちは仲間だぞ。はあ？くそ！てめえらが軍人だって胸張ってんならやる。クソがなんだこれ。てゆいつもクールな割にあいつらには優しいんだな、シノは。情でも湧いたか。中佐、うるさい。
赤か